ございまっちょ。フォルテです。本日は質問を答えていきたいなと思いまっちょ。登録者12万人、ツイッター1万人、記念です。というわけでね、早速質問を探していきたいなと思います。まずは YouTube からいきます。カティンさん、テッタさん、シオタンさんは岡山に来た時、フォルテ家にお泊まりしたんですか？ Yes, I do. そうです。泊まりました。もちろん違う部屋でみんなお休みしてました。で、朝おはようございまっちょっていう感じでね、泊まってもらいましたよ。結構カオスでしたよ。スポーツ万能ですか？足は速いですか？50メートル走、6秒8が最高記録ですよ。結構速いでしょ。ピアノが上手い人とピアニストの違いは何だと思いますか？フォルテ君はいつからピアニストになったと実感しましたか？ピアノが上手い人とピアニストはそれを職業にしてるかしてないかの違いだと思います。いつからピアニストに実感になりましたかっていうのは、ピアニストとして活動を始めたっていうことですかね。ピアノ初心者です。カシオの楽々ピアノを買おうと思ってるんですが、どうでマッチョ？いいと思いマッチョ。ぜひせっかくなのでね、ピアノを購入して頑張ってみてください。スマホ一つで録音投稿は可能ですか？スマホ専用マイクとかあるのでしょうか？僕はね、基本的に iPhone 一つで勝負してます。ストリートピアノ行くときも基本 iPhone だけです。音源も iPhone だけです。で、お家の時だけ時々マイク、ジュアのこのマイクを iPhone にぶっ刺して iPhone 別撮りで撮ってます。好きなスポーツ選手は？イチローです。あとは柔道の選手とか結構好きです。あとはサッカー選手も好きです。髪型はクリスタル・ロナウドが好きで、ピターみたいな感じの刈り上げた髪型が好きなんですけども、一時期やって大事故を起こしました。もう顔がでかすぎてビトロンってなりましたね。フォルテ君の勝負飯って何ですか？パスタが僕の中での勝負飯です。パスタはね、なんか結構昔から本番前とか食べるようにしてます。どのくらい練習してますか？朝起きて、まあちょろっとピアノ弾いて、でちょっとなんかやらんといけんことやって、ちょろっとまたピアノ弾いて、で YouTube とかやって、でまたちょっとピアノ弾いてみたいな感じの生活です。あとそして最後に筋トレみたいな感じです。どんぐらいかは1日の取れる時間によって変わります。まあ1時間以上は弾いてます。フォルテ君はピアノ弾くときイメージやストーリーを考えて弾きますか？まあなんか考えて弾いたりとかはしてた時期もあったんですけども、今はあんまり考えては弾いてません。っていうのも、その何がこの楽譜から伝わってるのかみたいなのを感じながら弾いてるみたいな感じの、なんかちょっとね、カッコつけ出したとか、なんかちょっと一歩違うステージに行き出しましたね。今までは聴いてくれ、俺の演奏魂、ソウルを聴いてくれみたいな感じだったんですけども、まあそれも入れるんですけども、それ以上に楽譜とかも少しずつ気にするようになりました。最近おばあ様はどうされてますでしょうか？可愛らしい笑顔が忘れられません。おばあちゃんはね、元気です。お正月に会いました。もうキャ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 笑ってましたよ。アンチや嫌味とかの発言が気になりますが、どのような対応をしてますか？私は会社で上司から嫌な見えなことを言われて、その場は受け流せても帰宅してから心がしんどくてたまりません。フォルテさんはいつも明るく、そんなのもスルーしているイメージがあるのですが、実際のところはどうなるのでしょうか？思ったけど、まあ、アンチについてなんですが、まあ別にそんな気にしてないです。っていうのも、そんなにね、気にしてもね、そんなんもう知らない人ですし、僕の場合はね、同じような職種の方が多いんですけども、アンチは意外と。まあでもそれはね、もう無視一択。まあ別に関わる必要ない人たちだから、まあ、住む世界が違うから。で、お互い住む世界が違うけど、なんか噛みついてくるっていうのはもう、ダメです。その人はもうほっとけばいいです。まあ、これ以上はいいです。その話をするだけ無駄なので、時間が。僕は、基本的に無視言ったわけです。まあそれができてるのは自分で仕事をしているってこともあって、まあ別に関わる必要ないものは全部遮断できる仕事なので、まあ自分でその仕事を選びました。で、僕もね、一時期バイトしてた時に、大学生の時に嫌な上司とかいたんですけども、僕は言い返してしまいました。嫌ですと。嫌なものは嫌だと。めちゃくちゃしっかり言い返すようなタイプだったので、そんなに僕は気にしなかったんですけども、まあ気になるのだったら職場を変えるか、それかあとはなんか普通の対応策をちゃんと考えてもらうかな、どっちかがいいかなと思います。僕は自分で、働き方を変えたかったのでバイトだったのですが、まあ、例えばね、もう揉めた一つのことが、バイト先で、まあ、朝礼とか毎朝30分、仕事後30分残業があって、それはバイト代は出ないって言われたので、そこでちょっとトラブりました。欲しいですと、まあ欲しいですというか、なんかそのおかしいですよねみたいな、タイムカードを切らずに働いてって言ったので、それちょっとなんか嫌だったので、しっかり言い返して結構ちゃんと上の方まで揉めました。まあでもその次の揉めた次の日もおはようございますって普通にね、いつも通り行けて、いつものように仲良くなって、上司とはもうしょうがないねっていう感じで許してもらいました。
だっておかしいのはタイムカードを切らずに働いてっていうのはね、それはちょっと絶対おかしいなと思ったので、それをね、まあ週5とかで働いとったので、それを週5かける1週1ヶ月ってやってしまうと結構なね痛手になるので嫌だなと思いました。ふよみのコツを教えてください。ふよみはもうね、あの数をこなすしかないです。あと鍵盤の位置を覚えるとすごく早く音符が読めるようになると思います。パソコンとかと同じです。パソコンのキーボードも例えば最初慣れなかったと思うんですけども、ブラインドタッチって言って見なくても、なんかパソコンのキーボードを見なくてもタッチできるんだったらかなり早いのと同じで、ピアノも何の音がどこにあるのかっていうのを確認しながらピアノを弾くじゃなくて、もう分かった状態で弾くとかなり速くなるかなと思います。 J-POP で好きなアーティストは最近はね、嵐かな。うん、やっぱジャニーズに憧れてるっていうのもあるかと思います。 You are my soul, so いつもすぐそばにあるモンスター。 CD 予約購入できません。これは当たり前ですよ、まだですよ、まだ。僕25日販売開始ってことなのでまだです、ちょっと待ってくださいね。 YouTuber ピアニストになられる前の中学高校時代の夢や目標を伺いたいです。たくさんあるので1だけとりあえずいきますね。なんかとりあえず社長とかにはなりたかったのと、芸人さんになりたかった、まあ、テレビに出たかった。その時はテレビっていうのはすごく目立っててテレビに出たかったんですけど、一時期からなんかそのヒカキンさんとかプロタンさんとかね、その YouTuber に憧れを持ったりとかはしてたんですけども、まさか本当に自分が YouTuber っていう職業をしてるとは今は思いませんでした。結構現実的な話で考えてた目標とかはやっぱ教師を一時期本当にちゃんと考え、一時期というか普通にちゃんと考えてて、それはちゃんとした夢。それ以外にちょっと破天荒な夢で芸人とかね、その経営者とか、あとはなんか YouTuber みたいなね、ざっくりとしたピアニストとか、そういう夢はありましたよ。でもちゃんとした一番現実的な夢っていうのは教師っていうのが一番近かったかなと思ったので教育学部に行きました。本番で自分の音を聞くためにはどうしたらいいですか。いつも弾くので精一杯になります。みんなです。5、60代のすごいね、あのピアニストに聞いてもね、やっぱその場が精一杯になっちゃうって言ってたんですけども、それは結構もうみんならしいです。っていうのもやっぱね、その目の前の音に集中しないといけなくなるから精一杯になります。それで間違いではないんですけど、自分の音を聞けなくなるっていうのは基本的にないくて、聞けなくなるっていうのはもうあのそれ以上に緊張しちゃってる可能性があるから、一歩自分の中で落ち着いて聞けるっていうトレーニングをしてみるといいと思います。まあそのトレーニングは常に耳を、音を追えるか、常にメロディーを追えてるかとかちゃんと確認しながらとか、まあ常に耳を使ってトレーニングをしてみると落ち着いて弾けるようになるかなと思いました。ツイッターからいきます。ピアノは何台持ってるんですか。それはね、もう前回の質問でも確か答えたかなと思うんですけど、まあグランドピアノ3台、アップライトピアノ1台、電子ピアノ 1,2 台かなみたいな感じです。芸大行って留学したいけどお金なくてコンクールも満足のレッスンも受けられません。ピアノも古くて消音機器つけられず、9時から6時までしか練習できません。学校ある日は1時間ほどしか練習できません。経験も実力も他の人と差をつけられてとても悔しいです。父にも芸大は無理やろって言われました。精神的にとても辛いです。こんな私でも他の貧しい人たちを勇気づけられるピアニストになれますか？なるって決めたんやったら自分で何とかしないといけないので、こんな質問してごめんなさい。今自分のできる最善策を全力で尽くしましょう。っていうのも、まあ別にね、今もうできるものっていうのはね、キャパは決まってると思うんですけども、それを本当に全力でやってる方ってまた話は別かなと思うので、本当にね、今できるものは全力で目の前のことに対応してみるといいかもしれません。いいと思います。いいかもやろうって絶対いいと思います。もう自分でなるって決めたら自分でしかできない職業なので、やってみてください。人付き合いで気をつけてることは、こいつは詐欺師か詐欺師やねえかだけ常に判断してます。そして僕は悪いように使われないか使われるのかだけ常に判断するようにしてます。フォルテマザーはピアノの先生ですが、フォルテマファザーは何をされてるのですか。フォルテファザーは簡単に言うとサラリーマンです。まあそれ以上はいいでしょう、そんな興味ないでしょう。もしピアノを弾けなかったら今何をされてると思いますか。おそらく喋りを活かした仕事をしてるんじゃないかなと思います。動画編集は基本マネージャーさんなんですが、とてもセンスが好きです。僕もやるときはあるんですけども、基本的にはもうお願いしてます。あとは時々やります。フォルテさんの一番好きな筋肉は胸筋ピクピクかな。ビビン違うな、ビビンは。食べ物はお肉お魚どちら派。僕は完全にお魚派です。もう魚が大好きで大好きでたまらなく、魚もうありがとう大好きですよみたいな感じでね、魚が本当に好きです。もうあのお寿司とか刺身とか、もうあん肝とか、あと内臓の魚の内臓系とかも大好きですね。あとフグとかも大好きです。もう何でも魚は基本的に好きで、さらに貝も好きです。
もう魚介類はもう本当に僕に任せてくださいみたいな感じで大好きです。で、あんまりしつこいお魚じゃなくて結構さっぱりなお魚、そして食感とかがコリコリしたお魚とかも結構好きですよ。最近食べて一番美味しかったのはもう本当にあのカワハギ、うん、馬面っていうのがものすごく美味しかったです。 YouTuber になると決めた時、親御さんの反応は反対されませんでしたか？私古いタイプの人間なんで、息子がそう言い出したら普通に就職しろと言うと思う。 YouTuber になる時は別に反対はされませんでした。で、最初はね、3年間みたいな感じの約束で始めたので、3年間で全く人気が出なかったらもうやめますっていう感じのお話だったのです。3ヶ月ぐらいでサクッと人気になってくれたので、まあ YouTube がバズってくれたっていうのもあって、もう今は何も思われてません。最初なる時は、まあ、3年間って約束だったから別に何も言われませんでした。あとは明確な目標があり、まあ別に YouTuber オンリーで生きていこうとは別に思ってなかったので、まあ YouTuber はあくまで自分の中では人気になるための手段っていう形で伝えてたので、うまくごまかしていけましたよ。何人のスタッフで YouTube アパレル、その他の運営されてますか？忙しい時期とかにもよります。めちゃくちゃ大量注文殺到した時とかは人数を増やしたりとかみたいなことはしてますね。基本は僕ともう一人でやってます。で、いろんな仕事に関しては、まあ外部に外注したりとか、まあ大きい仕事とかはもう外部でお願いしたりとかしてます。まあでも基本的にはね、もう最近はもういろんなサービスがあるので、まあ、ネット上で結構完結することが多いです。昔鬼特訓を受けていたと思いますけど、お母さんのことは今どう思ってどう感じていますか？まあね、過去の記憶がもうないんですよ、はっきり言って。そんな辛すぎて多分もう全部飛んじゃったんですね。頭がパーって言ってね。本当にその時は辛かったかもしれませんが、今は全くその何も思いません。時が経つにつれ何も思わなくなりました。なんかなんで今ピアノ弾けるのかも、多分昔めちゃくちゃ弾いてたっていうのもあると思うんですけども、まあそれに別に感謝はするけど、別にそれがしたかったってわけでもないから、なんて言ったらいいかわからんけど、本当にね、過去の記憶ないんですよ。人間ってね、すごく素晴らしい生き物でね、辛かったものは全部捨てちゃった。うん。今年は CD 発売、全国規模のコンサート、そして 2,3 年後その先のビジョンを教えてください。その先のビジョンは、もうピアニストだけにとどまらず、会社経営としてもうまくいきたいなと思ってますよ。いろんなね、楽しいことをね、今後もね、たくさんね、やっていきたいなとは思ってます。楽しめたらな、全力で楽しめたらいいなと思っていまっちょ。女の子に一番かっこよく見える筋肉のつけ方を教えてください。まあね、女の子っていうものはね、基本的にね、細マッチョが好きなので、あんまりね、ゴリゴリプロレスラーみたいな感じにね、なるよりは、少し絞った美しいモテ筋っていうものをね、目指していくと一番モテるかなと思います。ピロンみたいな感じでね、キラーみたいなね、やつの方がね、結構やっぱね、モテると思いますよ。コンサートとかの差し入れについては、もう基本的にね、何でも持ってきてください。生物以外だったら。あとはなんか動物とかやめてくださいね。なんか紙袋の中でこうやってガサガサゴソゴソとかで開けたらネズミだしのネズミですとかやめてくださいね、絶対。今年の目標はオンオフしっかりと受け、時々サボるとのことですが、フォルテクにとって仕事とプライベートの脳内黄金比率は何対何でしょうか？これはね、仕事9、プライベート1ぐらいです。もう基本的にね、常に生活すべてが、これもしかしたら YouTube の企画で使えるかもしれないとか常にね思ってしまいます。僕はねもう一個チャンネルをやってるんですけど、そちらはねもう全部、YouTuber みたいな感じでいろんなことをやっていこうと思ってるので、そちらの方のことも含めると、全部10になります。さすがに今年は9対1ぐらいを目標として、1はサボりたいなと。一切 YouTube のことも考えなく、携帯も、ね、SNS も何もチェックせずにいけるような存在に なりたいなと思ってます。お風呂派シャワー派？シャワー派です。もうね、風呂はね、沸かすのもめんどくさいし、あとはね、長くなってしまうので、もう僕はシャワーでシャーッとね、メイン、5分ぐらいで終わらせます。教員免許以外に資格はお持ちですか？普通免許を持ってます。運転免許証。マッチョになったらクソモテたとインタビューで答えていらっしゃいましたが、ここでバクモテエピソードを披露してください。あ、これはね、またしますよ。もう一個のチャンネルで、あっちの方でもうなんか趣味程度にやっていきますよ。ピアノ弾くときに小指や中指、人差し指が大きく動いちゃったり、逆に親指が固まったりするのですが、どうすれば滑らかに動くようになりますか？普段は基礎練重視でハノンばっかりやってます。ハノンもメインたくさんやってほしいですけども、ハノンプラス、対局とかもね、対局というか曲とかも、やっていくと、いろんな曲ならではのパッセージとか、調ならではの動きとかが出てくるから、まあ、そういうのもね、混ぜながらやってみると、多分指がね、少しずつ動くようになるかなと思います。まあ、指は本当にもう練習あるのみ、そして正しい、練習フォームで
やるのみってことなので、まあ、しっかりと先生をつけたりとかして、素晴らしい先生ですよ、僕のような素晴らしい先生とかをつけて、上達していくと必ず、動くようになるかなと思いました。おめでとうございます。質問は電子ピアノ買いたいのですが、88件だと置くのがギリギリで、76件でも大丈夫かな、真面目に迷ってます。真面目に答えるならば、やっぱり88件。うん、この76件と88件の差は結構実は大きくて、やっぱり88件の方がいいかなと思います。88件っていうのは、やっぱ本当にピアノと同じ幅、グランドピアノと同じ鍵盤の数、アップライトピアノと同じ鍵盤の数ってことなので、やっぱ88件で慣れておくのがベストかなと思うので、もしかしたら88件目のこちら辺の音とかこちら辺の音を使う時もあるかなと思うので、一応88件の方が絶対いいかなと思います。質問です。小学生の頃ピアノ以外に何の習い事をしていましたか？野球、サッカー、テニス、水泳、塾。あと英語、バイオリン。むちゃくちゃやってましたね。もう本当にサイボーグですかね。僕はもう本当にもう今の聞いて僕びっくりしましたよ。僕こんなにやってたんだとびっくりしたので、まあ結構やってました。おめでとうございます。フォルテ君の好きな映画または映画音楽の作曲家は誰ですか？好きな映画は結構アクション系の映画が好きです。また映画音楽の好きな作曲家、まあ作曲家っていうのはあんまいないんですけど、あれが好きですね。結構ララランドの曲全部好きです。子供の頃ピアノ習っていました。今結構いい歳の大人です。もう少し時間ができたらピアノ再開したいのですが、相性の合う先生を見つけるいい方法があったら教えてください。やっぱネットとか口コミとかをいろいろ調べてみて、探すのがベストかなとは思うんですけども、それ以上に実際に習われている方に、この先生どうだったとか聞いてみたりとかするのもいいかもしれません。あとは可能ならば、いろんな、教室の先生に体験レッスンとか行ったりとかして決めたりしてもいいかもしれません。ピアノを習い続けていくっていう上ではピアノの先生との相性はすごく重要だから、しっかりと焦らず探してみてください。はい、今日はこんな感じでね、質問コーナーを答えさせていただいたんですけども、これ以外にもたくさんの質問ありがとうございます。今後もね、今まで通りずっと何も変わらずこのようなスタイルで頑張っていこうかなと思っているので、ぜひともまたよろしくお願いしますちょ。グッバイ。